やってやる。どうしたイクス、早く構えろよ。マーク、一体どうして、なんでこんな風に戦う必要があるんだよ。俺とお前は敵同士、ずっとそうだったろ。だったらどうしてこの間は一緒に戦ってくれたの。ただ気まぐれに道が重なっただけだ。深い理由なんかないぞ。構えねえならそれでもいいぞ。その死にな。そういうわけにはいかない。俺はこの世界を救ってみせるって誓ったんだ。あんたを倒してこの先へ進んでみせる。うん、私もイクスの進む道を信じてる。あの人たちみたいな強さが欲しい。そうならなきゃいけないんだ。よし、行こうぜ。ゼッブーキンやっくりどうだブーハブーやっくりゼブレイクマジでゼドーライクーカレイコーディクーカレイコーディクーキルセルローダンハッゼッブーキンやったーゼッブーキンターアップシュートライクマジでゼッコカハバンクーカレイコーディクーゼッバーで衝撃転生マジでゼッマジでゼッくそ、やるじゃねえか。ずいぶん生意気になったもんだな、イクス。俺はあんたを倒してみせる。私たちは負けない。はあ？だがまだ焦る。ここだ。聞こえてる？ああ、聞こえてるよ。
どうかした？積み荷、それで最後だよ。気をつけてね。急にぼーっとするからびっくりしたよ。ごめんな、ちょっと考え事をしてたんだ。なんでもないよ。よいしょっと。これで全部か。手伝ってくれてありがとな、ミリーナ。遠くの海への漁は初めてだから、どうも勝手が分からなくて。一人だったら時間通りに終わらなかったよ。ううん、全然。帰ってくるのは4日後だっけ？ああ、4日で帰ってこられればいいな。みんなは何度も行ったことあるって言うけど、どんなトラブルがあるか分からないもんな。まずはやっぱり天候か。大雨、嵐はずっと警戒しておくとして、逆に日照りにも注意しないと。水を多く積みたいけど、化石祭は船の転覆につながる。そこをクラーケンにでも襲われたら全滅だ。クラーケン対策は何か用意していたっけ？そうだ、図鑑を持っていこう。生態を知れば対策が立てられる。やっぱり遠くの海は危ないな。こんなにたくさんの危険が思いつく。慎重に漁に出ないと。いくすったら相変わらず心配性なんだから。でも大丈夫だよ、いくすがそれだけ考えて準備してるんだもの。自信持っていいんだよ。ね、頑張って。ミリーナ、もう子供じゃないんだぜ。手とか繋がなくていいよ。ごめんごめん。イクスが不安がってるとつい応援したくなっちゃうの。それに4日も会えないと寂しいし。4日なんてすぐだろ。量心配だな。ついていけたらいいのに。何の訓練もせずに乗るなんて、それこそ何が起こるかわからないからダメだよ。それにミリーナは鏡師の修行もあるだろ。そうだよね、残念。あ、だったらちょうどこの間習った術があるの。術？私の代わりにイクスについて行ってくれないかな。ミリーナ様、カーリャはミリーナ様から離れすぎると力が出なくなっちゃうんだよ。そっか、そうだよね。すごいなミリーナ、こんなこともできるようになったのか。だってもう遠出に連れてってもらえるようになったなんてすごいじゃない。頑張ってる証拠だよ。お互い順調だね。そうだな、やっぱり俺は
こっちの方が合ってるんだろうな。さて、それじゃあ一度家に戻ろうかな。図鑑取ってこなきゃ。それじゃあカーリョも一旦さよなら。またいつでも気軽にお呼び出しを。バーイ。なんだか騒がしいやつだな。元気な子なのよ。なんだ今の音。また死の砂嵐が希望を打ち砕いてしまった。でも今の私にはあなたが残してくれた力がある。希望はまた生み出せるの。そんな顔しないで。分かっているの。あなたが真実を知ったら、きっと軽蔑されるって。それでも、そう、たとえ軽蔑されて蔑まれても、私はあなたの瞳に光を灯しておきたい。その瞳に映る私が、どれほど汚れて卑しい姿になったとしても、私にとってはあなたがここにいるということが大事なのよ。きっと呆れているわね。二度目ですものね。でも同じ思いを三度味わうのは怖いわ。心が折れてくじけてしまいそうだから。今まで通りにしていてほしかったの。でも、もうそんな余力はないわ。次に死の砂嵐が迫ってきたら、私たちは間違いなく光る砂になって黒曜へ消えていくでしょう。あなたにすがるしかないの。私は全力でここを守るわ。だからあなたはあなた自身を守って、今度はうまくいく。たくさんの力が、いえ命があなたを導いてくれるから。そして全てが終わったら、あとは私に任せてちょうだい。必ずこの力で計画を遂行してみせるわ。何度も何度も頭の中で手順を繰り返したわ。いつでもその準備はできている。覚悟を。未練は少しだけ残るかもしれないわね。それでも大丈夫。私は昔の私じゃない。あなたも知らないところでたくさんの命を食らって、骨の髄まで血にまみれた悪魔よ。悪魔は悪魔らしく派手に散るのがふさわしい。だからお願いね。そいつも命はあるみたいだな。おい、おい、大丈夫か？ミリー。
お前が抱えてた女のことだな。そっちも無事だよ。さっき同じように目を開けてイクスってそのまま寝ちまったよ。よかった。喋れるなら自分たちに何があったか分かるか。お前ら、オーデンセから流れてきたんじゃねえかって思うんだが。オーデンセは、俺たちの故郷だ。だよな。遠くだったけど、救世軍の船の上から見えたよ。オーデンセに火の玉が降るのはな。でもな、海に漂ってたお前らをマークさんが引き上げてくれたんだ。マークさん。ああ、お前たちを助けるために荒波の中に飛び込んでくれたんだぜ。ありがとう。眠ってろよイクス。あんなところでのたれ死ぬなんてさせねえさ。よし、もう大丈夫だ。動けるようになったな。おかげだよね。あの人が回復するまで解放をって言ってくれたんだって。ああ、できれば直接お礼を言いたかったな。忙しい人で、あの後すぐに俺たちに任せて立っちゃったって言ってたね。一体何してる人なんだろう。わからないね。でもどこかでまた会えたらいいな。ああ、だけどまずは一刻も早く王都セールンドに向かおう。オーデンセに災害があったことを王様に伝えなきゃ。じゃあ、行こうか。よう、お前ら出発か。はい、本当にお世話になりました。セールンドに行くんだよな。道は教えたよな。近くの山道を抜ければ見えてくるんですよね。ああ、そうだ。だが気をつけろよ。この付近には魔物が出るからな。え、まさかすごく危険な道ってことですか。それじゃあいろいろと対策していかないと。どんな攻撃特性を持ってるかわからない。まずは解毒薬の準備をして、それと麻痺対策に睡眠対策、石化と。おい、心配しすぎだ。魔物は多少出るが小物ばかりだよ。それだったら大丈夫。いくつこう見えても漁師の仕事で鍛えててたくましいんですよ。そう
うだけど、なんでミリーナがそんなに楽しそうに言うんだよ。お前漁師だったのか。魔鏡をつけてるから鏡しかと。まあちょっといろいろありまして、これは両親の形見だから持ってるだけなんです。俺には鏡師の才能はなくて。何にせよ海仕事で体力があるなら十分いけるだろうさ。こいつを持っていきな。これは。ちょっとした旅道具を入れてある。これもマークさんが渡してやれって。何から何までありがとうございます。セールンドに行ったら絶対に王様に会うんだぜ。今は王様が一番信じられる人なんだ。わかりました。それじゃあ。